はい、浅次郎です。こんちくわ、狭いとこからこんちくわ。ここはどこや言いましたらね、これ流しですね。流しの下、うるさいっていうね。これなんか二重になってない？流しの下です。こういう感じね。ここ流し、はい。流しの下見たらわかりまんな。見たらわかるっちゅうね。流しの下で何がしたいかというとね、これ流しの下、流しの下の掃除もう12月ですしね。この流しの下こんなんなってまんね。これをね、今日はちょっとうだうだしゃべりながらね、掃除していこう、掃除ちゃうな、片付けしていこうかなという、テーマでやってみようかなと。なんか匂いすんなっていうことです。何の匂い、はい、ということで、なんでそんな思いついたかって言うたらね、片付けながら喋ろうか。よいしょ、どっこいしょ。こういうのも結構私量産おますね。なんかこういうなんか本立てみたいなやつね、こういうの、これが無数にあるんでね、ちょっとこういうのに整理していこうかなと思いつつ、古くからっていうか、まあまあ見てくれてある人やったらね、分かってくれると思うんですけど、私こういう掃除道具っていうんかな、何道具言うたらいいんかな、掃除道具を買うのが好きなんですよ。掃除するわけでもないのにね、掃除道具買うの好きフェチみたいなね、そういうとこがあってね。ほんでなんで掃除しようかなって思ったら、ちょっとね、ちょっと自炊をね、真剣にちょっとしようかな思いつつ、鍋を買おうかな思いつつ、鍋を買うにはちょっと置くとこないな思いつつ、ちょっとここはちょっとね、適当に置きすぎなんでね、ちょっと整理しようかな思ってね、そんな感じでございます。カビキラー、こういうのがね、やたらおますね。これ雑巾ね、雑巾、これはたわしやね、たわしだわ。これスポンジとかね、めっちゃこまめにね変えたい派なんですよ。スポンジこまめ派ですわ。これは何や、スポンジのでかい、なんとか激落ち。これまた雑巾でしょ、雑巾の量産ね。昔はね、こんなお袋がね、よう作ってましたわ。作ってましたよか、作ってあれ学校に持っていかなかったんだよね。これ激落ちくんいいわ。これまた出てきたでしょ、これたわしは2人、たわしはスポンジか。これまたスポンジ、これは風呂のスポンジか。風呂のスポンジこっち入れとくか。風呂のスポンジなんか使わへんのにね。使うんやけど、こういうスポンジじゃないんだよ、本来は。これゴミ。これは、頑固なシミ用。こんなの使わへんね。こういうなんかシンク。これはなんか、これはなんか空、中身入ってへんね。これは匂いか。これは何？
体の隅々を、ね、洗い流れて、これ手袋で体洗うよ、うん、つかない、これつかない、これなんだ、ふきん、これは何、鍋食器洗い、これは使う、これは使うね、鍋食器洗い、これも激落ちくん、これサッサ、こんなん大掃除の時を使うね、ツースト中か月はね、これも買うんやけど使ってないのね、これもサッサ、ほいサッサ、これは何、これはもういらない、ソーハンドシャワーバス水洗、怖いね、こんなんでこんなんこんな入ってんねん、こんなん最初からあったやつやろね、多分、うん、これは何だろ、これはなんかこう台やね、こんなんいらないね、これも掃除するやつ、出てきた、やっぱりいっぱい、ということはこれはこんな子入れとったら入るとこはなくなる、よいしょ、よっこしょ、どっこしょ、失礼、よいしょ、こういうのもね、ほんま買うの好きですね、ここに掃除道具、掃除道具というかこういうスポンジ、布巾、これね、工店のにまた買うのね、これね、そういうことはしないようにして、はい、でこういうの出てきましたよ、いっぱい、キッチンハイター、アバ強力カビハイター、歌丸は商店、歌丸、これお乳ちゃう、どうやろう、お乳っぽいね、さっきの、これまたカビハイター、これは何、ああ、激冷なんか冷やすやつやね、でこういうのもね、匂い取るやつとかね、これはもうこの湿気取りとかね、これはお袋譲りやね、ようお袋がね、昔一人で暮らして、今も一人やけど、昔一人で暮らしてる時ね、ようお袋がこれ持って帰り言うてね、ようくれました、あの下着とね、なぜかこの湿気取りね、大量になんかいつも実家にあってね、それをいつもくれました、持って帰り言うてね、あー、これは蚊取り線香、今年は使わへんかったね、蚊取り線香、これもまたピカ落ち、ピカ落ち、これもピカ、これを抜いて、こっちはスポンジ系にしよう、スポンジ系にして、で、こっちをこのタオル系、サッサとかこの雑巾とかで、この2つの
そういう研修。ほんでこんなんも使わへんね。これなんかお茶沸かそう思ったんやけどね。これも湿気取りももう赤いやつアウト。こういうのね、お茶沸かそう思ったんやね。これは匂い。あ、これ氷作るやつや。これちゃんとラップしてる。また使おう思てんね。えらい子やね。これね、鍋の蓋や。鍋の蓋。鍋の蓋ばっかりあんね。これ鍋の蓋も使わへんね。実際問題ね。備え。たまに使いたい時にないというの。待ってできた。たわし。たまに使いたい時にないというね。これが得意の湿気取りのあかんやつ。これね、養蚕ね、こういうの。からや、これからや。これも匂い消し。これは。ハエかハイだ。ここをね、こんな汚いアパートやのにね、ほんま虫ほんまいてまへんねん。ほんまになぜかね。これ蚊取り線香。今年は使ってないね。今年の前に結構使っとったよね。これね、なんか使った記憶ありますわ。でこれタッパーや。これタッパーなんかも使うことあれんね。これ使うかもしれん。ザル使うと思って案外使わへん。ザルけど最近なんか必要性あるかも。これタッパーとかもね、でも汚いね。いつのんやわかる。タッパーも汚い。だいぶ片付いた。あとこれ何、ダニ、ダニなんかおれへんのに前のお家から持ってきたんかな、ダニ。こんなん引いたからあかんちゃいます。お、匂いのやつもぎょうさんあるわ。もう匂いのやつもぎょうさんあって、これタッパー、これも匂いもあかんやつ。これでだいぶ片付いたんちゃいます。これ匂いのんはこう、これで、これも、これなぜかまだ生き残っとるんですけど、これを一番よう使うんだ。これ、あ、これこう入れんのか。これはちょっと使えか。こうこうか。これが一番使うやつや。あ、こういたらいいんか。たわし、おかんでええんか、こんなんで入れらんでええんか。よいしょ。これはここに入れる必要性がある。あれへんね。ロープもよう使うから上の方置いていて、サッカーもよう使う。片付いた、片付いた。これなんかもほんま使わへん。大掃除の時使うね。これをこないしたら、この下めっちゃスペースあんのね。どうしたもんかね。これをこう、この後ろのスペースにこいつをめっちゃ空いたし、めっちゃ開いたよ。これ激焼きですやん。どう思います？激焼きましたやろ。
どう思います？めっちゃ開きまして、実はこっちもあるんですけどね、このいつもガス台置いてる方の下ね、そこはね靴とか入れとるね。これどう思います？どうも思わへんね整理するもんやね、やっぱりね。どう思います？はい、っていう感じでね、綺麗になりましたわ。これでこの辺にお鍋置けるもんね。お鍋置いてね、ちょっと自分で料理しようかな思ってます。曲がるね、体曲がるね。ということで今日はお片付け掃除、大掃除、台所の流しの下ということで、アンドゥ、掃除道具フェチということで、私フェチ多いからね、めっちゃフェチやからね、何かとということで、はい、以上です。いつもありがとうございます。失礼いたします。バイナラ。ええ年迎えられますわ。バイナラ。チャンネル登録お願いします。